はい、というわけでやってまいりました。今日はですね、こちら、トヨタからね、新型車が発表されましたね、ヤリスクロスということで、早速見ていきましょう。まあ、ヤリスのね、クロスオーバーということで、ジュネーブのね、国際モーターショーが、まあ、コロナウイルスのね、加減で、まあ、中止になったということで、まあ、ウェブの方でね、先駆けて発表ということになりましたね。これほら、見てくださいよ。すごい、これ、売れそうな予感しますよね。フロントマスクがね、ハリア寄りのデザインになってますよね。まあ、ヤリスをそのまま、SUV にしたという感じではなくて、結構ね、デザインも変わってますよね。コンパクト SUV ということで、大きさもね、なかなかいい感じのサイズなんですよね。全長が4180mm、全幅が1765mm、全高が1560mm ですね。これ、アンテナ除いて1560ってことは、1550の立体駐車場ギリ入らないんですね。あと10ミリちょっと削ってほしいなっていう感じはしますけども、まあ、ガソリンタイプは FF と 4WD と、ハイブリッドタイプは FF と E4 の4駆タイプがあるということですね。それぞれ直列3気筒 1.5 リッターダイナミックフォースエンジンが搭載されているというものですね。これね、 B セグメントと呼ばれるもので、ちょうどね、トヨタで言うとライズと CHR のちょうど間という感じのサイズ感になりますね。これボディカラーがね、これゴールドですかね、ちょっとイエローっぽい感じなんですけど、高級感もあってね、スポーティーで走りそうな感じしますよね。いや、ヨーロピアンなね、デザインだなとは思うんですけども、日本でもね、かなり売れそうな予感がしますよね。天井が黒で締められてて、これツートンカラー設定があるんですかね。これ空力考えられてるようなデザインですかね。この天井にね、2本のこのキャラクターラインが入ってますよね。ヤリスはね、後部座席がだいぶね、狭そうな感じがしたんですが、このヤリスクロスはね、なんか広そうな感じしますよね。なんかね、これちょっとデザイン的にはね、なんかスニーカーというかね、高級スニーカーありますよね。最近ルイ・ヴィトンとか、グッチとかから出てますよね。ああいうね、なんかスニーカーで、ちょっと高級ラインのスニーカーっていうね、イメージがしますね。で、これね、なんかバランスがやたらいいなと思ってたんですけど、これタイヤというかホイールが大きくないですか、これ。18インチ入ってますよね。なんかね、タイヤのバランスと、このボディのバランスがね、すごいマッチしてるなと。いう感じがしますね。お、内装こんな感じです。内装ね、結構シックなんですね。外観に比べて結構おとなしいなという第一印象ですね。っていうか、これほぼね、ヤリスじゃないですかね。内装ね、これマニュアル設定があればいいんですけどね。メーターの方はデジタルになってますね。ヤリスはね、なんか2つね、丸いのがちょこちょこっとついてたと思うんですが、その辺差をつけてるみたいですね。まあ、シートはね、なんかツートンカラーで、これ合皮ですかね。おけつがいい車ってね、やっぱ大体かっこいいですよね。これフェンダーがね、結構出てて、モリッと出ててかっこいいですよね。で、このリアテールランプ、なんかビームが出そうな。なんかね、こんなヒーローいましたよね。目からビーム出る。おお、なかなかリア攻めたデザインしてますよね。若干これ昔のね、なんか土偶の目みたいな。なんかそんなイメージありますね。目が細いっていうね、感じがして、なんか怪しい感じも醸し出してますよね。まあ、エンブレムはね、ヤリスってつくんですね。やっぱね、このリアフェンダーの下の部分の開口はしてなさそうですけど、あれ反射板がついてんのかな、赤いね。まあでもデザイン的にはね、すごいね、なんか筋肉質な感じがしますよね。まあこれね、CG なんで、実際ね、実物見てみないとわからないんですけど、この辺の結構樹脂パーツがね、どうしてもクロスオーバーって使われますよね。まあその辺がね、どうしてもプラスチック感が出て、まあ安っぽく見えるか、逆に、いい感じにカジュアルに見えるか、まあその辺はね、ちょっと現物見てみないとわからないんですが、まあ私はね、こういうのを割り切ってね、もう塗装してしまえばいいかなとは思っちゃうんですけど、まああえてね、樹脂のデザインということですね。はい、これね、ヤリス。今この3種類出てるんですね。右から普通のヤリスですね。で、GR ヤリスと。で、今回出たヤリスクロスと。
まあこの3車種が選べるということですね。普通のねヤリスね、ちょっとねなんかあのタヌキっぽい感じしますよね、この後ろね。私のイメージね、これタヌキなんですけどね。まあ普通のこのヤリスに比べて、やっぱこのヤリスクロスはすごいね、なんかデザインが鍛え上げられてるような感じがしますね。まあ、ヤリスクロスはヤリスブランドで築いてきた走る楽しさへのこだわり、クラスを超えた質感を受け継ぎ、都市型コンパクト SUV を再定義することを目指して開発しましたということで、やっぱりねこのクラスを超えた質感ということで、まあダウンサイジングの方にも、まあ、かなりおすすめという感じがしますよね。まあ、TNGA のプラットフォームを使っているということで、まあ、その辺もね生産性が高いなということですよね。価格の方もねきっと抑えられると信じております。はい、いかがでしたかね、ヤリスクロス。いやーなかなかね売れそうな予感がしますよね。こちらね、あの日本では2020年の秋頃に発売するということで、いや本当にね楽しみですよね。私のチャンネルが面白ければ皆さんグッドボタンお願いします。そしてチャンネル登録よろしくお願いします。はい、というわけで、ヤリスクロスでした。じゃあね、ボーイシュー。